それでは一瞬でわかる「ハブ・ビーン」と「ハッ b e ーン」の使い分け方を見ていきましょうどうぞザクッとイメージできるように時を表す線をご覧になってみてくださいこの部分この矢印の部分が現在だとしたらこちらが過去でこちらが未来になります「ハブ・ビ e ン」っていうのは過去のある時点または生まれた時から現在も含めまるしているこういうようなイメージがありますなので、 過去のどこかから現在も含め進行している状態ですね。これが have been になります。あとは生まれた時から現在も含めまるしているというのがこんな感じになります。なので現在も進行している状態です。で、had been っていうのは過去のある時点または生まれた時から過去のある時点までまるしていた。なのでこんな感じになります。 過去から過去のどこかまたは生まれた時点から過去のどこかまでっていうのが Had been になります Had を使う時が過去から過去 Have を使う時は過去から現在こんなようなイメージで覚えておくといいと思いますそれでは Have been の例を見てみましょう5歳の時から現在も含めであれば Have been になりますあと人生ずっとこのようなものが Have been のイメージになります 発弁とっていうのは5歳の頃から中学を卒業するまで中学を過去に卒業している方であれば5歳の頃から中学を卒業するまでなので過去の出来事が発弁ですねまたは8歳の頃までもう8歳以上の方であれば生まれた時から8歳の頃まで過去のことについて表現するときなんかにこの発弁を使います なので、ポイントは、had が過去から過去。have は過去から現在も含め。こんな感じで覚えておくといいと思います。それでは次は、have been の4つの意味の使い方を見ていきましょう。ここから具体的な説明に入ります。まず1つ目。これが、I have been 行動や状態。これは過去から現在もずっと〇〇をしています。または今もずっと〇〇な状態です。みたいな感じですね。なので、I have been working って言うと、過去から現在もずっと働いています。とか、I have been Happy 今もずっと幸せな状態ですみたいな感じになります。2つ目。I have been to 場所。これは今までにどこどこへ行ったことまたは来たことがあります。こんな時に I have been to 場所を使います。なので I have been to the US であればアメリカに行ったことがあります。こんな感じになります。3つ目。これは I have been どんな人。過去から現在もずっと○○です。例えば I have been a hairstylist だっったたらら過去から現在もずっと美容師ですす。みたいなな感じになります4つ目 I have been 受けたりされてきたことこれは過去から現在もずっとまる受けてきましたなので教わってきたことについて話すきなんかに I have been taught taught というのは T1 の過去分詞なので I have been taught であれば過去から現在もずっと教わってきましたこういうような表現をするときに I have been を使うことができます次は Had been の4つの意味と使い方を見ていきましょう基本的に Have been と似ている部分が多いんですけど h a d を使うことで現在ではなくて過去についての話を表現する時に使います1つ目 I had been 行動や状態だと過去にずっと〇〇をしていましたまたは過去にずっと〇〇な状態でした先ほど I have been だったので過去から現在までだったところが h a d になることで過去にずっと〇〇をしていましたまたは過去にまるでした こんな感じの意味になります。二つ目。I had been in 場所。これは過去にまるにいました。Have been だと I have been to で to を使うことが多いんですけど、had been in を使うことで過去にまるにいました。こんな感じになります。三つ目。I had been どんな人。過去はずっとまるでした。なので、I had been a hairstylist であれば 過去はヘアスタイリストをしてました。ただし今は違いますよっていうような意味になります。4つ目。I had been 受けたりされてきたこと。なので過去にずっとまるまる受けていました。例えばずっと教わってきたことですね。でも今はそんなふうには教わってない。I had been learning English だったら過去から過去の間英語は習っていました。ただし現在は習っていません。こんなような感じの意味になります。それでは Let's start the lesson! 聞いい。たたら声にに出ししてて練習してください以前一度京都に行ったことがあります。今日午後3時までゴルフをしていました。 I had been playing golf until 3 p.m. today. I had been playing golf until 3 p.m. today. I had been playing golf until 3 p.m. today. I have been doing great. I have been doing great. I have been doing great. I had been playing the guitar for more than fifteen years. I had been playing the guitar for more than fifteen years. I had been playing the guitar for more than fifteen years. I have been working all day. I have been working all day. I have been working all day. それでは、Have you と Have you ever の意味と使い分け方を身につけてください。どうぞ。Have you っていうのは、過去のある時点、または生まれた時から現在まで。こんなようなイメージになります。そして、Have you ever っていうのは、生まれた時から現在まで。こんな感じになります。なので、Have you っていうと、過去のある時点から現在まで。そして、生まれた時から現在まで。 で、Have you ever っていうのは、生まれた時から現在まで。こんなような感じになります。日本語にすると、今月は〇〇しましたかまたは〇〇を食べたことある。これが Have you になります。Have you ever だと、今までに一度でも〇〇を食べたことある。こんな感じになります。それでは意味と使い方を見ていきましょう。Have you っていうのは、 過去から現在までの間でまるまるしましたか、またはまるまるしたことがありますか。こんな感じになります。イメージとしては過去から現在までの間にとった行動について質問する際に使います。Have you ever っていうのは一度でもまるまるしたことがありますか。こんな感じになります。イメージとしては今までに相手が一度でもとった行動について質問する際に使います。 で、Have you 〇○○〇っていうと、この〇〇の部分は動詞、過去分詞が入ります。動詞っていうと、原型が see 見る。であれば過去形が saw 見た。で、過去分詞が seen これが過去から現在まで見た。こんな感じになります。それでは例文を見てみましょう。Have you tried this? っていうと、これを試してみた、または試してみたことはある2つの意味として訳すことができます。 Have you ever tried this? って言うと、今までに一度でもこれを試してみたことはある ?Have you ever the e v e r が入るときは基本的に今までに一度でもっていうような意味になります。聞いたら声に出して練習してください。一度でも富士山に登ったことはありますか ?Have you ever climbed Mount Fuji? Have you ever climbed

Have you studied for the test tomorrow? Have you studied for the test tomorrow? Have you studied for the test tomorrow? Have you traveled overseas in the last two years? Have you traveled overseas in the last two years Have you traveled overseas in the last two years Have you ever visited Hokkaido? Have you ever visited Hokkaido? Have you ever visited Hokkaido Have you ever taken a one-on-one -on -one English lesson Have you ever taken a one-on-one -on -one English lesson Have you ever taken a one-on-one -on -one English lesson? 一度でもフランスに行ったことはありますか？一度でも日本人女性とお付き合いしたことはありますか？ それでは日付や日程を表現するときに使う in と on の使い分け一発で覚える方法を見ていきましょうどうぞ。 まず、イントンっていうのは日付や日程を表現するときも使う単語になります。それ以外でも使いますが、今回は特に日付や日程にちょっと集中してみますで。それぞれの特徴を理解して上手に使い分けてみましょう。それでは行きます。まず、インの使い方ですが、インは基本的に中長期的な日付や日程を表現するときに使います。例えば、複数日、5月に、 まあ、5月っていうと月なので、まあ、例えば30日とか31日、まあ、たまに29日はありますけど、こういった月とかは複数日あるので、ーを使います。夏に季節なので、複数日ありますので、ーを使います。2017年、年もーを使います。そして、日本語に訳すと、〇〇にとかはですね。〇〇にのにの部分と和の部分になります。 例文を見ていきましょう。We're going to move to a new house in May. これは5月に新しい家に引っ越しますって意味ですね。We're going to move って言うと私たちは引っ越します。to a new house。新しい家にとか家へ。で、5月にのにの部分は in May の in になります。次行ってみましょう。次は on の使い方になります。on は基本的にピンポイントの日付や日程を表現するときに使います。例えば、 単発日ですね。5月1日って言ったら1日しかないですよね。なのでこれはオンを使います。または金曜日って言った時も、まあ曜日なんかもオンを使います。そしてただこの週末っていうのは、基本的に週末っていうと土日ありますよね。2日あるんで複数日なんですけど、これだけは例外ですね。週末だけオンを使います。 それ以外は単発であればすべてオンですね。なので単発日か、または週末はオンを使う感じになります。あと、日本語に訳すと、インと同じように〇〇にとか〇〇はっていう意味にもなります。例文見てみましょう。Let's go out on Friday. 金曜日は出かけようぜ。金曜日って言うと曜日の一日しかないので、オンを使っています。それでは次行ってみましょう。次は覚え方なんですが、まずインは複数日。 in と覚えておいていいくださいあとは、オンは単発日。ただし、週末のみ例外になりますので、週末、ウィー n ンだったら、on the weekend とか、on weekends とか、on を使うようにしてください。なので、複数日は in 単発日はオン。こんな感じで覚えていくといいと思います。あと、注意するポイントとしては、this last next ever。これは、 今週、先週、来週、毎週などの今、先、来、毎を表現するときに使う単語ですね。これがつくと基本的にいいや、オンを使わなくて OK になります。例文見てみましょう。Let's go out this Saturday. って言うと今週土曜日出かけようぜって意味ですね。で、ここにですが入っているので別にオンは使う必要がありません。それで二つ目の注意ポイントを見ていきましょう。Today, yesterday, tomorrow これは今日、昨日、明日。これも基本的に オンを使わなくて OK になります。あと他にも b y と u n t i l これは基本的に〇〇までにとか〇〇までまでって意味ですけどこれもいいンを使わなくて OK になります。例えばちょっと例文を見てみましょう。I'm going to stay in Tokyo until the 10th 10日まで東京に滞在します。I'm going to stay って言うと私は滞在します。in Tokyo, Tokyo にとか東京でですね。で、Until the 10th というと、10日まで。で、こういった時も、特にオンとかインを使わなくて、そのまま Until the 10th になります。聞いたら声に出して練習してください。5月に京都へ行く予定です。I'm planning to go to Kyoto in May.I'm planning to go to Kyoto in May.I'm planning to go to Kyoto in May. i'm free tomorrow. i'm free tomorrow. i'm free tomorrow. i'm going on a business trip to china on saturday. i'm going on a business trip to china on saturday. I'm going on a business trip to China on Saturday. 私の息子は5月3日生まれです。My son was born on May 3rd. My son was born on May 3rd. My son was born on May 3rd. 夏に新しい家に引っ越す予定です。2010年に高校を卒業しました。 I graduated from high school in 2010. I graduated from high school in 2010. I graduated from high school in 2010. In the winter season, many people go skiing in Nagano. In the winter season, many people go skiing in Nagano. In the winter season, many people go skiing in Nagano. 金曜日何をしてるの? What are you doing on Friday? What are you doing on Friday? What are you doing on Friday? 今週日曜日にゴルフをします。今年の夏、家族をグアムに連れて行きたいです。I want to take my I want to take my family to Guam this summer. I want to take my family to this want take Guam to to summer. my それでは、キャナイと何が違うの Do you mind if I w 使ったフレーズの意味と使い方を見ていきましょうどうぞ。Do you mind?Do you k い,いいですかみたいな感じになります。まあ、直訳すると。 気になりますかまたは気に障りますかこんな感じになります。使い方としては、丁寧に尋ねるときに使うフレーズになります。イメージとしては、〇〇したら気になりますかこんな感じになります。例文を見てみましょう。Do you mind you use if I use this chair? 直訳すると、私がこの椅子を使ったら気になりますかまたは、Do you mind you look? if I take a look? 直訳すると、ちょっと見せてもらったら気になりますかこんな感じになります。Do you mind? と、キャナイの違いを見ていきましょう。 Do you mind if I○○? 〇〇っていうのはイメージとしては私が○○したら気になりますかまたは気に障りますかこんな感じになります相手にとって差し支えがあるかどうかを聞くときに使いますそして Can I○○ 〇〇っていうのはイメージとしては私が○○してもいいですかこんな感じになりますなので自分が何かをしてもいいのかどうかを聞くときに使います例文を見てみましょう Do you mind if I use this pen? っていうと このペンを使ったら気になりますかこんな感じになります。Can I use this pen? だと、このペンを使ってもいいですかこんな感じです。なので、Do you mind? の時は気になりますか ?Can I? の時は〇〇してもいいですかこんな感じになります。もう一つ例文を見てみましょう。Do you mind if I take a look? ちょっと見せてもらったら気になりますかまたは、Can I take a look? ちょっと見せてもらってもいいですかこんな感じの違いになります。なので、Do you mind の時は気になるかどうかを聞いてます。キャナイの時は自分が何かしてもいいですかどうですかっていうのを聞いてる感じになります。で、答え方の違いがあります。例えば、Do you mind if I use this pen? っていうのは、このペンを使ったら気になりますかこの気になりますかって聞いてるので、答え方としては、もし気にならないのであれば使っていいって意味なので、No. で答えます。ただし「can I use this pen?」だとこのペンを使ってもいいですかって意味なので答え方としては使っていいのであれば Yes で答えますなのでここが間違いやすい部分なので d you m i n d 使われたらいいですよっていう時はたい No Can I の場合はそのまま Yes で答えるような感じになりますで他にも d you m i n d 以外にも Would you mind? を使うこ,とができますこれは Do you mind if I use this pen というとこのペンを使ったら気になりますかっていう意味ですけど Would you mind if I use this pen というとこのペンを利用させていただいたら差し支えありますかこんなようにもっと丁寧な感じになります Do you mind だけでもすでに丁寧なんですけど Would you mind を使うともっと丁寧な感じになりますでここでの違いは Do you mind if I の後の動詞は 原型を使います。Would you mind の時は過去形を使います。この違いがあるので気をつけてください。で今回のレッスンでは通常日本語だといいですかっていうところをあえて気になりますかまたは気に障りますかっていう直訳で日本語訳をつけています。聞いたら声に出して練習してください。この椅子を使ったら気になりますか ?Do you mind if I use this chair? Do you mind if I use this chair do you mind if I use this chair can no, I don't mind no, I don't mind no, I don't mind. エアコンを切ったら気になりますかここに座ったら気になりますか do you mind if i sit here? do you mind if i sit here? do you mind if i sit here? do you mind if i touch it? do you mind if i touch it? do you mind if i touch it? 私が一緒に行ったら気になりますか。これを試してみたら気に障りますか。 いくらかお金を借りたら気になりますかあなたのコーヒーを一口飲んだら気になりますか 今回もこれで以上となります。今回のレッスン気に入っていただいた方はぜひいいねボタンをお願いいたします。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは、あれやす